スルターン・フサインは、サファビー朝の第9代シャア。サフィー2世スライマーンの子。頻発する危機に対して、無意無策で手を打たず、反乱を起こしたアフガニスタンの部族に敗れて廃位され、サファビー朝は、実質的に滅亡した。フランス王イ14世に越見するペルシア施設1694年、父が死去した時は、兄、アッバースを差し置いて即位したが、これは、 高級の意向が絡んでいて、オーバのマディアムベイグムやカンガンラ高級の官僚たちが、アッパースより操りやすい人物を求めていたからで、あった。フサインは経験なイスラーム教徒で、治世初期に実権を握ったイスラム教シーア派の、神学者、ムハンマド・バーキール・マジュリシーの政策に従い、キリスト教、ユダヤ教、ゾロアスター教など多州派やイスラーム教スンナ派、スーフィーの弾圧を行った。 ところが、間もなく、政治を投げ出して、酒と女に溺れるようになり、高級の女性砂取りに熱中して、財政を傾けた。建築事業も赤字につながり、シュトイス・ファハーン郊外に建設した、ファラハーバードと呼ばれる宮殿と、宗教施設チャハール、バーグマドラサと、その付属施設である、大正宿、バザールを建てさせたことは高くついた。年に、 高級の女性たちや宦官,官、軍隊など6万人を連れて、イスファハーンを離れ、歴代マームの病を巡礼して1年間も、イスファハーンを開けたこと、行列が通過した都市に従税をかけたことも、領民の不満を募らせていった。無能な、夫妻のもとで宦官,官がマジュリシに変わって、権力を握り政権は、腐敗。 地方行政も立ち行かなくなり、至るところで賄賂と、派閥抗争が起こり軍隊も弱体化していった。フサインは、こうした事態に対処するため、従属していたグルジアカルトリ王国の国王ギオルギ11世を、イラン南東のケルマーン総督に任命して、反乱を打ち合つ、軍事力の増強を図ったが、一時しのぎに過ぎず地方の、不満は高まっていった。パシュトゥーン人の遊族、 ギルザイの族長ミール・ワイスは1709年にグルジン・ハーンを庭園の園石に招き、暴殺した。事件の翌日に人々に独立を宣言し、カンダ・ハールを中心にファラまで勢力化において、カンダ・ハール王国を樹立した。スルターン・フサインは怪獣のためミール・ワイスをベキールに任命。ミール・ワイスも満足して1715年に死去するまで名目上は、 不採の進化に止まった。しかし1714年からペルシア湾沿岸の港町をアラブ系海賊が襲撃するようになり、1715年に政府が小麦を買い占めたためインフレーションで高騰したパンを求める民衆暴動が発生。アフガン系のアブダーリー部族もアフガニスタンのヘラートで反乱を起こすありさまで、情勢は悪化の一途をたどった。そして破綻の時は訪れた。 1719年に、ミール・ワイスの息子マフムードが、サファビー町に反乱を起こしたのである。カンダ・ハールから精神したマフムードは、ケルマンを占拠。この時はそれ以上先へ進まず、カンダ・ハールへ撤退したが、1721年に再挙兵して、イスファ・ハーニへ迫り、フサインも、迎撃のため軍を派遣して、翌1722年3月8日に、 両軍はイスファハーンから東のグルナーバードで衝突したが、数に勝るサファビー軍がキルザイ軍に大敗した。マフムードはイスファハーンへ到達すると包囲を開始、イスファハーンは7ヶ月も抵抗したが、食料を不足による飢餓と薬病で牢状側に多くの死者が続出。10月21日にフサインはマフムードに降伏。23日にマフムードに シャアの位を譲りたいした。こうして、首都を失った、サハビー長は事実上滅亡、フサインは幽閉のみとなった。だが、11月10日に、フサインの息子タフマースブ2世が、旧とガズビーンでシャアを宣言、なお、ギルザイ部族への抵抗を継続して、ペルシアの混乱は収まらなかった。ペルシアの民衆もギルザイ部族に反旗を翻し、 マフムードは反乱鎮圧に追われる中、反乱の旗頭に擁立されることを防ぐため、フサインを除くサファビー長の王子たちを手当たり次第に殺害していったが、人心を失った。ギルザイ部族は1725年に部族会議でミールアイスの弟の息子にあたるアシュラフを新たな族長に決めた。フサインはアシュラフの下で遊兵生活を送っていたが、 1726年にオスマン帝国がペルシアの混乱に乗じて出兵。夫妻の復権を口実にペルシアへ侵攻したところ、身柄をオスマン帝国に奪われることを恐れたアシュラフに処刑された。宮田 P92P94 ロビンソン P306P309 ブロー P365P367AB 前田工作山根里 アフガニスタン市、川で処防審者、2002年10月、34から35ページ。ISBN 978から4から309223926。長30田、P218P221。宮田、P94P95。ロビンソン、P308。ブロー、P367P368。ベロンド、D、オズラフギルズイ。 エンサイクロペディアイラニカ2018年8月9日閲覧不明な引数オリギダテイコールは無視されます。ありがとうございます。